どうもギタリストのジュンです。最近ちょっと隣の敷地でマンションの建設工事がずっと行われてて、多分動画の中に重機の音とか金属音的なものがちょくちょく入ると思うんでご了承ください。なんか今たまたま休憩時間っぽくて作業員の方たちのですね、なんか笑い声とかがこう聞こえてくるんで、そういったものもちょっと混ざっちゃうかもしれないですけどもご了承ください。今回の動画なんですけれども、僕がおすすめしない練習の方法ですね、3つ紹介していきます。初心者の方とか、まあちょっと中級レベルの方もやってしまってる方がちらほらいるんですけれども、この練習の仕方をしてしまうとちょっと逆効果にもなりかねないですよというポイントがあるので、これを3つですね紹介していきます。というわけで早速いってみましょう。まずは1つ目、僕がおすすめしない練習方法のまず1つ目はクロマチックスケールです。ちょっとって思われるかもしれないですけれども、クロマチックを練習してはいけませんっていう話ではなくて、クロマチックを練習する際にどのポジションをスタートとして、捉えてるかが一番の問題なんですね。フォームがちゃんとできてる人であれば問題ないんですけれども、初心者で、フォームがまだまだ確立されていない人が一番最初にやるべきではないポジションというのが、この一番フレット幅の広いこのポジションでのクロマチック練習です。どうしてもこういう音になってしまってる人多いです。だいぶなんかビビった音で、音のつながりも悪いしっていうような状態ですよね。本来このポジションっていうのは適切な指の開き方っていうのをですね、きちんとやった状態でこういうね、運指練習をしたいところなんですけれども、その意図がやっぱりちゃんとこう汲み取れてない状態でそれをやってしまうと、さっきお見せしたみたいな変な音になってしまうような弾き方をね、やっちゃうんですよね。この弾き方でクロマチック練習しててもあんまり効果ないです。なのでもしこのポジションでやるんであれば、ちゃんとフォームを作りましょう。ギターの構え方っていうのも大事なんですけれども、構え方に関しての動画先日上げたものがあるので、そちらもぜひチェックしてみてください。そういった部分とちゃんと照らし合わせて、適切な指の置き方、開き方、親指の位置も含めてね、あとはなんか手首の角度とかもありますけれども、とにかく体に無理な負担をかけないように指をちゃんと開くっていうことが大事なので、そこがやっぱり基本としてできてない状態でこのポジションで練習するっていうのは本当におすすめできないです。なのでクロマチックスケールをウォーミングアップとして導入したい場合には、フレットの幅と指の幅が比較的こうマッチしやすいポジションをちゃんと一番最初に選択して練習してみてください。そうするとで弾きやすいはずなんですよね。でこの弾きやすい指の幅というかね、こういうポジションである程度フォームだったりとか、オルタネートピッキングとこのフィンガリングの噛み合わせるそのタイミングの問題だったりとか、そういうものを徐々に長い期間をかけてクリアしていきながら、だんだんとフレットの幅を広げていく、もしくは逆に狭い方向に向かっていくっていう練習をですね、ゆっくり長い時間をかけてやってみてください。例えばなんですけれども、ウィンタースポーツでスキーとかスノーボードとかをやる際に、初心者がいきなり難しいコースとか急な斜面にはチャレンジしないですよね。そういうチャレンジャーもいるのかもしれないですけれども、怪我のもとですよね。なので平坦なフィールドか、もしくはちょっとこう緩やかな坂になっているところでバランスの取り方だったりとか、転び方とか起き上がり方とか、そういった基本的なことをマスターしてから、ちょっとずつだんだんとこう斜面を急にしていくみたいな形で慣らしていくと思うんですけれども、そういうのと大体一緒だと思ってください。というわけで僕がおすすめしない練習方法の一つ目が、特にクロマチック練習なんかをする際に、いきなりフレット幅の広いポジションを選択してしまうということです。僕がおすすめしない練習方法の2つ目は、その日の練習の一番最初に早いプレイをしてしまうということです。
例えば最近覚えた曲とかがあって、今までの練習でも何度かちょっと早く弾けた経験があったりとかすると、ある日こうギターを持って弾く際にも、以前練習した時のマックスのスピードでいきなり弾き始めてしまうということをやりがちな人結構いるんですね。いきなりやっぱり早く弾いても左手も右手もなんか感覚がまだ温まりきってないので、結局それで強引に弾こうとしてもちょっと変な癖がついてしまうような原因にもなりかねないですね。これは早弾きとかそういったことだけに限った話ではなくて、カッティングなんかで行われる速いストロークの練習、こういったものもいきなり早く弾くってことはお勧めしません。ゆっくり弾いてください。で、覚えてるフレーズとかであればゆっくり弾く際に、ある程度メトロノームに合わせる余裕とかもあると思うので、メトロノームをちゃんと使ってちょっとずつテンポを上げていくっていう練習がおすすめです。というわけで、僕がおすすめしないその練習方法の2つ目は、いきなり速いプレーを、スピードに乗ったプレーをしてしまうということです。僕がおすすめしない練習方法の3つ目なんですけれども、メトロノームです。今さっきメトロノーム使えって言ったじゃんって思ったと思うんですけども、ちょっと条件があります。さっきもちらっと言ったんですけれども、メトロノームを使う際っていうのは、覚えたフレーズをもっともっと精度を上げたいっていう方向で練習をしていくときに有効な練習方法なんですね。メトロノームを使う際に、例えば覚えきってないフレーズだったりとかスケールの練習パターンというものをメトロノームに合わせて弾いてしまうと、一生懸命メトロノームについていこうとする感覚の方が先行してしまって、やっぱりフィンガリングとピッキングのタイミングが逆に噛み合わなかったりとか、ちょっと慌てて弾いてしまったりとか、そこからちょっと力みにつながって、それがまた変な癖につながってっていう、ちょっとした悪循環に陥ってしまう可能性もあるので、これだとやっぱりかえって逆効果ですよね。メトロノームせっかく使ってるのに。なので、メトロノームを使う際の練習の仕方っていうのは、ちゃんと、まずメトロノーム一回置いといて使わずにですね、自分の感覚のスピードで構わないので、ゆっくり覚えて、そしてちゃんと覚えきったフレーズの精度を上げていきたいときに初めてメトロノームを導入しましょう。ただし、フィンガリングとかピッキングとかのそういった部分があまり関係ない練習をしたいときには、もちろんメトロノーム最初から導入するのはありだと思うんですけれども、あくまでやっぱりちょっと左手も右手もね、まだちゃんとパターンを覚えきってないフレーズの練習をする際にメトロノームを使うっていうのはやっぱりおすすめできないやり方なので、そういうやり方をしてしまっている人がいれば、これもちょっと注意してメトロノームを導入するタイミングを考えて、うまく活かして練習に取り入れてくださいというお話です。というわけで、今回、紹介した僕がおすすめしない3つの練習方法なんですけれども、皆さんどうでしたかね。ちょっと振り返ってみて、ちょっと無意識にこれやってしまってたわっていう人は、ちょっとね、気をつけてやってみるだけで練習のレベルがちょっとずつ上がっていくと思います。結果的に別にクロマチック弾いちゃダメって話でもないですし、早弾きとか早いカッティングの練習をしちゃダメって話でもないですし、メトロノーム使っちゃダメって話でもないです。もう全部適切に導入しましょうっていうだけの話ですね。というわけで、今回の動画が参考になったという方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは皆さん、練習楽しんでください。またね。